岐山は岐阜県各ヶ原市にある標高173.1メートルの山である。通称は夕暮れ富士。各ヶ原市の南東部の木曽川浦にある小さな独立した山である。山頂付近には戦国時代の山城である岐山城の市があり、第二次大戦中には天守台を改変して敵機を迎撃する設備が作られた。古くは中世、 近代にかけて、人は山を利用していたのである。天守台に伴うと見られる石垣は、山頂平坦部より、西側の平坦面直下にも露出している。山頂には山東三角展や、鏡ヶ原テレビ中継局が設置されている。北東側の中原は、平坦面を人工的に、域の森として整備している。中世代前中期にできたチャート層と、その上にできた更新よ。 またはそれ以前にできた歴層からなっている。チャート層が形成された後に地層が陸化し、再び沈行して、新しい地層がその上に積もり不整合ができたと考えられる。北側から眺めると、あたかも人が寝ているような形をしている山があるように見える。この場合、東側を頭、西側を足に見立てるのだが、東側には小さな頂きがあり、通称 キューピーの花と呼ばれている。キューピーの花からの南東から北東への展望が良いと言われ、眼下に木曽川、対岸には犬山城、御竹山が望める。壱岐の森駐車場を及び南西側に位置する熊野神社を起点にハイキングコースが数条整備され、休日、老若男女を問わず多くの散策者が訪れる。山頂部からは周辺に生育する樹林の影響で、 360度見渡すことは不可能であるが、付近に所在する航空自衛隊岐阜基地を拠点として訓練する各種の航空機の飛来を肉眼で確認できる。ありがとうございます。